今日は2015年の3月10日です、睡眠時間確保のために今日は少し遅く来てて、今もう9時20分を過ぎておりますが、朝日新聞の一面、ドイツのメルケル首相が来てまして、安倍総理大臣と会談したんですね。で、2面に歴史と原発、日独すれ違いということで、ドイツの方は過去のナチスドイツが行った残虐行為についてしっかり、歴史認識をして、どういうことをやったのかきっちし総括した。そのおかげで周りの国との理解が深まって今仲良くできているんだという話。それに対して日本がいまだに韓国や中国と仲良くできない、従軍慰安婦問題なんかでも食い違いがある、まあ、それについてはっきりとは言わないけれども、しっかり、検証した方がいいんじゃないですかという、まあ、サジェスチョンをやったわけですな。まあドイツと日本の対応、大人と子供の対応の違いぐらいありますわね。何自主できないのか、しっかり冷静にですよ。歴史的な事実、従軍慰安婦問題については事実はこうなったんだ、こういうことをやったけれどもこういうことをやっていない、この部分については明らかに軍を関与したけれどもここは民間の誰々がやったんだ、一つ一つしっかり検証して、これで事実として間違いないですよねということを確認すればいいわけですよ。その上でじゃあこれからこういうことがどこの国でも起きないように仲良くしましょうねということに持っていくのが大人の対応ですよね。いつまでたってもそれができない、情けないですよね。そして原発についてもドイツは福島原発の状況を見て、まあ、それまでは原発推進しようと思ってたんだけども、これはダメだと、もし何かあったらもうこれはひどいことになるから、経済的な有利な状況があるとしても原発というものは本来やるべきではないというふうに理解した。ところが日本はこんだけひどい目に遭っていながら、結局原発を推進することによって利益たちがたくさんいる、その経済的な誘惑や圧力に負けて、結局は喉元すぎてみんながあんまり文句言わないのを待って、なんとか原発再稼働、原発推進しようとしてるわけですね。全く大人と子供の違いがあるというふうに思います。しかしこの大人と子供の方の政治を受け入れてしまうのは、結局は我々国民がしっかりそれに対して批判ができるかどうか、そういうことだというふうに思います。今日の歌はチャンピオンという歌ですね。谷村新司作詞作曲、アリスが歌ってますね。1978年、これはまあ、ボクサー、もう年老いたボクサーが、まあ、それまでチャンピオンだったんでしょうね。それがもう自分の年齢的な限界に気づいていながらも試合に出ていって、負けてしまうという状況。これ実際にこの谷村新司さん会ったボクサーの話みたいですね。なんかの番組で喋っていました。戦いから逃げない、たとえ負けても戦うんだという、そういう歌で、私もまあ自分の人生と重ねてついてしまいました。難しい歌です、これもちゃんと歌えませんが真似だけするということでご容赦ください。
君の年老いた悲しみを見た。急に君は立ち止まり、振り向きざまに俺に拳を見せて、寂しそうに笑った。やがてリングと拍手の渦が一人の男を飲み込んでいた。 You're King of Kings、立ち上がれ。